大門一捨て門ですよこれ。だから普通の辞書載ってないじゃん、こんなのを出す。それでは始めました、もちゃきチャンネル。さあ今回は早稲田大学文学部の英語の講評に行ってみたいと思います。なんでここはいつもね文化構想と難しいポイントが違うんでしょうね。まあ文化構想の方が文挿入がねえらく難しかったなという印象で、それに対して文学部の方が最初の単語を入れる問題が難しかったですね。だから英単語を入れる問題に時間かけちゃったらものすごく時間を浪費するっていう感じだったと思います。大門一捨て門ですよこれ。では一般の視聴者たちも見てて楽しいやつからやりましょう。それはやはり会話問題でしょうね。これは見てて面白いでしょうし、問題出せるし。でこれねそんなにレベル高くないんですよ。全問正解できなきゃいけない問題なんですよこれ。完全に最初ですね、The by virtue of 知らなきゃダメです。総形だったら基礎表現です。まあ in でも OK ですね。 in virtue of ですね、なんとかのおかげでってやつです。河合の授業ではやった気がするな。 The virtue って言ってね、そういい意味って覚えるんだけど、それだけじゃなくて by virtue of、 in virtue of も覚えておきましょうっつったやつです。で次が the old fellow is right about that。 これめちゃめちゃ使うから、 you are right about that、 ね、そう合ってたよあなたがみたいな感じで使ったりとか、めちゃめちゃ普段の生活よく使います。で次がもうここに大っていう動詞があるから副詞が入るはずなんで、そうなんですよ、必ず文文化構想をね品詞分けてくださいね。だから K の soon thereafter ですね、その後すぐにね、そこからすぐになんだが、 soon と after って本当に相性がいいんですよ。 AA 辞典引けば絶対フレーズで載ってますからね。まあ今回は thereafter ですけど本当によく出てきますね。で次が F inquire of it ですね。もうこんなの動詞がさ inquire か ask しかないんだから、どっちかでいけるわけだけど、 regarding って後ろに前置詞あるから about と regarding 並ぶなんてありえないですから、だから inquired of it を選べなきゃいけないですね。 inquire about で覚えてる人も多いんですけど、 about だけじゃなくて of も取れますね。これ出てくると意外と分かんないって人出てくるんですね。次は on the other hand はもう余裕ですね、はい、誰でも知ってる。で次は not unlike those cicadas ね、セミのようなものなんだ人間もってですね。Not unlike で二重否定にしてるので難しいですね。まあ当然引っ掛けは not very like ですね。次の。これ文脈で選ばなきゃいけない。で次は old what might grow って来てるから、もうこんな no matter how だっていうのはこれ一発です。これはできなきゃダメ絶対。で刑法のところでね紹介した in lieu of ですね、なんとかの代わりにがここに出てますね。 lieu っていうのが place の意味だから in place of と同じだよって感じでした。はい、どうでしたかね。英語学習者にも役立つ情報でした。続いて大門の1のね選択肢たちを見ながら、まあこれも役立つ情報は紹介していこうかと思いますが、いやむずすぎ、何て書かんないじゃんこれ。だから結構ねネイティブたちの意見も聞いてみたけど、はぁって言われたらいろいろ。まず1個目は自動詞か他動詞でいけばいいんじゃないの。 working が自動詞だからあとは他動詞でっていうのでいくしかないんじゃない。次はまあ leave と marks ね、よく使うから leave our marks とかね、なんでそれでいければいい。3番はむずいよこれ。As forged in the shaping and reshaping of tradition. Forge 作るってですね。これよく出てくるんですよ。まあこれも和製語のね、授業で出てきましたよね。そう、偽造するだったりとか、作るっていう意味で出てくるんだけど、でも意味わかんないじゃん、それを知ってたところで。Insinuate。このめかすもいるね。むずい単語ですよ。で、さっきこれイギリス人に聞いた。わからん。この文脈ではわかりません。なんで自伝で。猫も泣いてます。はい。で、次はまあ Dynamic of Culture なんていうのはね、英語に触れていれば選べるんじゃないかなっていう感じです。でも難しいですよ。で次が Creative Will って感じじゃない、見たことあるけど選べるすぐにっていうね、こうしようとすることいいし、 Finitude とかさ B、 これさ辞書引いたらさ Leaders と Random House にしか載ってなかった、普通の辞書載ってないじゃん、こんなの出す。次の6番も Methodological Necessity とかね、こんなんも知らんし、これもって言ってたネイティブが。7は絶対できなきゃダメですよ。コンビンス人だと。何この入試問題みたいな問題。7番だけザ入試問題って感じですね。あとはめちゃむずい。だからレベルがめちゃくちゃ高い。捨て物です、この大門。それに対して B の方は優しいんだよね。わけわかんないよね。Acquired Distinction ですね。はい、Distinction ね。アツさんの単語帳の名前にもなってますけど。そう、素晴らしいことなんですよ。他と違って素晴らしいから Distinction。で、次は Mere Rivalry は、これはまあ文脈できるでしょう。Disagreement とか、いろんなヒントになる単語が出てましてね。10番、For reasons as incidental as these は、まあ、reasons だから、この文脈から消去法でやっていけますよね。まあ、incidental、ここではだから minor の意味です、ね。こんな些細な理由でっ
ていう意味、些細な理由で喧嘩してたわけです。で、11番は Unconquerable Resolution。 まあこれはできるんじゃない、 Resolution、 これは強固な意志みたいな感じだから、決意とかさ、そういう意味だからできるんじゃないかなと思いました。 Abominable とか、またむずい単語使ってますね。で、次はまさにそのっていうやつね、 The Very Word ですね。まさにその言葉っていう、すごいよく使う表現です。これはできなきゃいけない。13は消去法でいくんじゃない、 Naval Skirmish。 スカーミッシュ知らないね、小競り合いみたいなね、バトルの中でもちっちゃいバトルで、船のだからフリートっていうね、単語がヒントに出てたりしますが、まあそれが分かんなくても他のものが絶対違うじゃないですか。まあ plausible ね、最もらしいとかってね、いうのも出てきたりしますね。14はできなきゃいけません。 commemorative pillar ですね。 commemorative っていうのが記念のってですね、これは知らなきゃいけない。 commensurate とか、これも難しい単語使ってますね。続いて内容一致問題。ここがやはり優しいですね。文も文化構想も今年も非常に簡単。15番。まあこれが一番悩むかな。The exchange of ideas within each group outweighed interactions across groups。ね、そのグループを超えてよりも、グループを超えてのインタラクションよりも、グループ内の方が優れてる、勝るっていうアウトウェイですね。ああ、これ、刑法の時カットしなきゃよかったな。アウトプラス動詞っていうのは出やすいんですよ。言ったんですけどね。そう。アウトセルとかアウトウィットとかね、いっぱいありますので、早期を切る人は気をつけてください。D は簡単ですね。もう本当に、エモーショナルコンテージョンっていうのが分かんなくても、まあ、コンテージャスとかコンテージョン、こう広がっていくわけですけど、それが分かんなくても、メイントピックとして出てますから、これね。次、シェイクスピアのやつね。面白かったですね。文化構想ではコロナが出てきましたけど、こっちもね、疫病広がってた時にシェイクスピアうまくいったっていう話ね。だから最初の17の方は D になるでしょ。 Financial as well as artistic success をサクセスを与えた。で、18がそうですね、 Controversial and somber 陰気になってですね、これも書いてあるし、まあ文脈でもいける。で、19は超簡単、 Not implied ですから、 C は逆じゃん。ほら、プレイグによってシェイクスピアの会社っていうのはひどい影響を受けてないんですからね。だから C は簡単。続いて5つの内容1。これもめちゃめちゃ簡単。はい。brain が最高って言ってるやつ。まあ宇宙とかっていう単語が出てきているから引っかかって他の選んじゃったりするんですけど、違いますからね。これほどすごいものはどこにもないって言ってるわけです。だから D。あ、21番も簡単だけど単語知らないためでね。consists of only a few ordinary materials っていうのがね、mundane substances っていうものの言い換えになってますね。ここ、単語知ってりゃ簡単、知らないと悩んだかもね。まあ初教でもいけるか。22番、脳に知覚自体はないんだって言って、だから22は B を選べますね。で、23番は、ものすごい量だってね、情報量がすごいって段落に書いてあるから、これの例えの意味が分かんなくったって選べます。D を。で、次のやつは、How much energy the brain needs relative to its own size。これもちゃんと本部に書いてありますからね。脳っていうのはエナジーいっぱい使うけど、効率もいいんだっていう風にね。エナジー効率がいいんだよ。マフィン1個分とかで動くんだみたいなのなんか書いてありましたよね。ブルーベリーマフィン1個分で1日動くんだと書いてありましたよね。はい、続いて文挿入ですね。これも厄介だったかな。きちんとヒントがあるんで、そこのヒントを使いながらって感じですね。文化構想よりは優しかった。はい、最初は H 選べますね。まあ、He とか、アダム・スミスの話になってるから、アダム・スミスがどうしてるっていうので、遠くに行っちゃってね、そのベルの音で気づいたみたいなの書いてあるから、歩いてなきゃいけないんで、H を選べる。で、26の方は C で、こっちには Economics って出てくるからね。そこで分かったんじゃないかなと思いますね。次の文とのつながりが見える。で、セルフインテレストが次の段落から出てきて、そっちのトピックになっていき、A は入れられてほしいですね。Butchers が27の後ろにいるんで、だから A の For Example っていうのを入れれば、Bakers 来て、Butcher 来てるっていうのがわかるし。で、28は Instead of trying to be nice all the time っていう、こことのちゃんとね、こうじゃなくてって書いてあるんで、これがヒントですね。Do what's best for you って書いてあるじゃんね。で、In the end, more people will benefit って来てるので、あ、もうこれ B バッチリですね。で、29。で、29が見抜けなきゃいけない。Bakers are nice kind of people って書いてあって、Some are kind. Some are nice kind of people. Some aren't kind of people. ってね。この省略が見抜けるでしょ。で、それが、It doesn't really matter either way っていうふうに either 来てるから、これで指してるのがわかると。で、同じトピックのものが E なんで、ここが30に入る。まあ、この30が一番大変かなとも思ったけどね。で、31が They があって、Decide for themselves っていうのもあるし、31が前に No one does the same in the economy.ね、同じことしないってあるし、だ no one tells っていう風に繋がりますよね。同じ形。で、they decide for themselves とも繋がりますね。こうやんなきゃいけない、やんなきゃいけないよって人はいないよ。自分でやんなきゃっていうので、バッチリ繋がりますね。で、ヒントが分かりやすかったかなと思いますね。まあ、28、29、30が同じ段落にいるんで、ちょっとトピックが同じなんでね、ちゃんと構造も考えなきゃいけなかったっていう感じだと思いますね。
で、最後の一文要約は、アソシエイトのとこなんじゃないかなと思ったんですけど、最後の段落の、でも予備校によって答え分かれてますね、これね。知識をこう、つなげていけるってやつなのか、それとも、ね、きちんと記憶に残せるなのかで分かれちゃってますけど、この速読に関してはよく出ますよ。ゆっくり読んだ方がいいってやつね。これ慶応早稲田か慶応にも出たことありますね。ゆっくり読んだ方がちゃんと知識として入るんだっていうのは出題されています。だったらそういう問題を作れなぜ速読しないと解けないような問題にするっていうふうにね思うんですけどね。そうそうそう、スキミングして解くんじゃなくてちゃんと精読して解けと。じゃあそういう問題を作ってくださいはい、ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.